ジャレットリー・ホフパワーは、アメリカ合衆国、ミシシッピ州、ナチェズ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。北海道日本ハムファイターズでプレーした、マイカ・ホフパワーは登園にあたる。2004年の MLB ドラフトで、セントルイス・カージナルスから6巡目指名され入団。2009年7月1日にメジャーに昇格し、3日にメジャーデビューを果たした。 2009年11月3日にトロントブルージェイズへウェイバーで移籍した。2010年は開幕を参加ル a 級ラスベガスフィフティィテワンズで迎えた。4月25日にサイクルアンダーを記録した。6月20日にエドウィンエンカーナシオンの降格に伴ってメジャーに昇格した。自己最多の13試合に出場した。2010年10月6日にウェイバーで サンディエゴパドレスへ移籍した。2011年は、トリプル A 級ツーソンパドレスで91試合に出場し、打率281、5本打三34打点の成績を残したが、メジャーへの昇格はなかった。11月2日に FA となった。2011年11月14日に、ワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。二千十二年オフに FA に、 2012年は、トリプル A 級シラキュースチーフスで106試合に出場し、打率283本塁打44打点の成績を残したが、メジャーへの昇格はなかった。11月2日に FA となった。2013年1月15日に、フルスのブルージェイズとマイナー契約を結んだが、試合に出場することなく FA となった。 この年限りで現役を引退した。現役引退後は高校野球の指導者となった。ありがとうございます。